荒垣泉子は、テレビ西日本のアナウンサー。東京都出身。本人が、会社のプロフィールや出演番組で明かしたところによると、全国各地を転々としており、生まれは、福岡県だが、親の出身地沖縄県や、勤務先がある、東京都、太陽国などで生活していた。現在実家は、東京都内にあるという。中央大学在学中は、タレント事務所に所属し、 モデルなどの活動をしていた。2008年5月、チカッパに、江本理恵の代役として、急遽出演。これがアナウンサーとしての初出演となった。以後は主にバラエティやスポーツが主な活動分野になっており、2010年度からは、正式にスポーツ部との県属となった。この状態は2012年度人事で解消された。2009年度から、市場デジタル放送推進大使になり、 最後まで務めた。実質メインとなっていた、ジョシアナ・アワー・アナテナの、モツチ位のこれ、見て、コーナーで2009年度、FNS アナウンサー新人奨励賞受賞。入社後 TNC が中継権を持つ、プロレス団体、ドラゴンゲートのファンとなり、2009年某日 先輩アナウンサー出口朝彩と大阪で行われた同団体の試合にプライベートで観戦していたところ実況中継担当の大谷正宏に遭遇したことがある。この一件が元で後にドラゴンゲート流の扉福岡国際センター大会直前特番2009年12月の進行役を大谷と共に担当することとなった。ありがとうございます。